こんにちは。いやーね、今は2024年の冬なんですけど、最近のアニメ事情というか、最近やってるアニメについて語っていこうかなって思います。とりあえず現在進行形で見てるアニメ5個をちょっと言っていこうかなって感じで。で、その5個の内容は、早々のフリーレン、薬屋の独り言、あとは魔女と野獣、妖術、あとはラグナクリムゾンという、まあ、今現在進行形でやっているアニメで僕が見てるものということで、この5つについてちょっと語っていこうかなって感じで。じゃあまず何からいこうか。早々のフリーレンからいこうかな。早々のフリーレンっていうのは、まあ主人公のエルフが勇者一行のパーティーとして冒険しますよではなくて、勇者一行として冒険し終わりました、その後の世界っていう感じで、まあ、エルフっていうのは寿命が長いんで、主人公のフリーレンというエルフなんですけど、まあ、彼女の勇者一行での冒険後の生活を描いていくっていうものですね。まあ面白ポイントというか魅力点っていうのは数多くあるんですけど、まずね、僕が最初引き込まれたのは、なんかやっぱ寿命が長いんですよね、エルフって。人間に比べて何十倍って長さを生きていくので、人間にとっての1年とエルフにとっての1年って感じ方が違うんですよね。我々からした5年ってさ、すごいじゃないですか。小1から小6ぐらいまでの間じゃん。だけど、まあエルフからしたら全然たかが5年じゃんみたいな感じで、時間の感じ方がまず違うみたいなんですよね。っていうところで、すごいその同じ5年なのに感じ方が全然違うんだっていうところでハッとなりましたね。全然言語化うまくいかないんだけど、なんかうわいいなと思ったところ、まずそこ。確かね、あれアニメの2話か3話ぐらいだった気がするんだけど、まあそんなようなシーンがあって、であれ1話だっけな、まあ、わかんないけど、まあ、最初の頃にそういうシーンがあって、あ、いいなってなりました。でね、最近がすごい熱いんですよ。何が熱いってね、作画がすごい。まあね、フリーレン魔法使いなんで、魔法を使った戦いがメインなんですけど、そのね、描き方と言いますか、そのなんていうの、戦いのシーンがね素晴らしい。いや、迫力がいいんよ。迫力がすごい。あとね、フリーレンが凛々しい、美しいよね。いや、ルックスがいいってやっぱいいよね。なんか見てて、あ、いいなって感じるから。で、原作の方は僕知らないんですけど、とりあえずアニメの感想は、ほんと作画がすごいっていうのと、あとまあ結構いい言葉とかも出てきたりして、魔族にとっての言葉っていうのは、人を欺くためだけのものだみたいな。なんかね、結構いいことも言ったりしてて、まあ面白いんで、ぜひ見てみてください。で、次は、じゃあ薬屋の独り言いこう。薬屋の独り言は、まあ、主人公の薬屋が独り言ブツブツ言うよみたいな感じではないんですけど、まあ、主人公の薬屋の少女が、まあ、なんだっけ、あれ、宮殿？宮殿じゃないな。なんかね、中国かどっかのお話なんですよ、ベースは。その帝と呼ばれる、まあ、王様みたいな立場の人ですよね。その人が住まわれる都って言われるんですかね。まあ、あれは。王宮？王宮？まあ呼び方は多分いろいろあると思うんですけど、まあそこにお仕えする形でそこに生活することになりましたよ。で、そこの生活を描くっていう感じなんですけど、すごい知的レベルが皆さん高いんですよ、登場人物の。まあそのお偉いさんにお仕えするっていうので、すごい言葉遣いも丁寧だし、所作とかもすごい見られてるので丁寧だし、やっぱ登場人物の多くが気品のある方なので見てて気持ちいいですね。なんかあと、まあ起こる出来事も結構知的なものが多いというか、裏で誰かが暗躍してたりとか、まあね、権力争いだとかっていう話にもなってきますから、割とドロドロした面もありつつ楽しめますね、あれは。で、日本語字幕をつけてみるのがおすすめです。結構難しい言葉遣いも出てくるので、耳で聞いてるだけじゃよくわかんない単語とかもあるから、でもまあ文字で見ればおおよそはわかると思うので、ぜひ日本語字幕をつけてご覧ください。で、次は妖術か。妖術は、ようこそ実力至上主義の、え？待って、なんだっけ、妖術ってなんだっけ、フルネーム。ようこそ実力至上主義の教室へだっけ。確かそんな感じだったんだけどね、忘れたわ。まあいいや。で、まあ略して妖術って言うんですけど、これね、今3期がやってるんですよ。で、1期2期とやって、今3期なんですけど、まあなんて言うんですかね、ラノベの作品なんですか、これは。
原作が。で、まあ、主人公が頭良くて、まあ、その周りも頭いい人が多くいて、で、まあ、1学年 A から D クラスっていう4クラスあるんですけど、A から D っていうのは、完全に優劣としてそうなっていて、A が一番良くて、D が一番悪いっていうところで、で、主人公たちは最初 D クラスに配属されて、じゃあそっから A クラス目指そうよっていう、まあ、ざっくりといえばそんな感じの物語なんですけど、あ、ちなみに登場人物は今んとこ高校1年生で、そうだから高校1年生の1の D から始まって、3年生になるまでに A クラス目指そうみたいな感じなんですけど、まあまあいろんな駆け引きがあったりだとか、作戦があったりだとか、そこまでのめり込んでるわけじゃないけど、まあまあ面白くて、アニメは追っているって感じですかね。はい。じゃあ最後、ラグナクリムゾン。これはね、面白いですね。特にちょっと、ネタバレになっちゃうんであんま言えないですけど、銀騎姫と下りが、僕は結構好きでした。やっぱいいよね。上げて落とす感じがやっぱいいわ。僕ね、うつ系のアニメ好きなんで、ああいう上げて落とす系はね、ほんと好きなんですよね。まあ、うつ系に慣れてるんで、上がった時点で、ああ、もう下がるなって感づいちゃうところはあるんですけど、まあまあそれでも面白かった。でまあ物語の世界観というかざっくりとした概要としてはちょっとね難しいな。なんて言えばいいんだろうね。なんかねドラゴンっていうかまあ竜種って言われる存在がいるんですよ。彼らはすっごく強くて到底人間じゃ太刀打ちできないんですけど、貝の竜種だったら倒せるよって人たちが、まあ、いるんですよね。確かハンターとかって呼ばれてるんだけど、まあ、彼らだったらある程度太刀打ちできますみたいな感じなんですよ。でもまあ竜種の中位から上位になっちゃうともう手がつけられませんぐらいの強さなんで、まあ言ってしまえば竜に支配された世界って感じですかね。でまあその中で主人公最初は弱いんだけど、その未来の自分が過去に戻ってきて力を授けてめちゃめちゃ強くなって、じゃあ竜滅ぼしてやろうっていう感じの、まあ、作品でして、ラグナっていうのが、まあ、主人公ですよね。でクリムゾンっていうのが、まあ、竜種なんですけど、物語が進んでいく上で主人公の相棒的な存在、パートナーみたいな、まあ、全然信頼関係とかあるかどうかはわかんないですけど、まあ、そういうパートナー的な位置づけになる方がクリムゾンっていうので、作品名ラグナクリムゾンっていうことで、はい、興味がある方はぜひ一度見てみてください。ということで今僕が現在進行形で追っている作品5個紹介してきましたけど、まあ皆さんの中にもね見てるよって方多くいらっしゃると思うので、まあ皆さん自身の一押しのアニメとかがあればぜひコメント欄に何でもお書きください。ということで本日は以上です。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。